都カルと僕とときどイルミナティ。このポッドキャストは若手放送作家の二人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾うわ噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。 はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい。はいはい。ということで、うん。本日も都市ミナティでございます。はい。やっていきますよ。はい、やっていきましょう。なんですけどね、あの、もうまさに、今日かな今日、うん。今日だと思うんですけど、速報流れてきましたね。 とんでもないやつがなんかありましたっけいやすごいやつあったじゃんまあまあ,あ<っ>日本じゃないよあ日本,い日本じゃない日本じゃない日本じゃない日本だったらあれかなと思ったけどあの<何>広瀬すずちゃんのうん 久しぶりのグラビアがむちゃくちゃ可愛いってやつかなと思いましたけどそれ俺知らないわあおンっすかそれチェックしてなかったわあ違うそれ来たの速報で速報できましたねあっホに見てみ僕はって何お前にだけ速報来るわけない友人から来ましたねああ速報って言わないけどねそういうの見たってきていやいや違いますよあ違うあんまりいいニュースじゃないです海外の僕らにもまあちょっとある種ゆかりがあるというか日本人 が大好きな人が、うん、まあちょっとあのね <coughs> 事故に遭われたということだったんで結構ね大変だなって思ったんですけどもさんですよあそっちかダイアナ妃え誰だと思ったの ?9 か <laughs> と思いました坂本九かあそっちじゃないですあ,<ー>あのー、ね、うん、イギリスの。 友達みたいに言う、ね、<laughs> チャールズの嫁って。ダイアナさん。ダイアナさんい,、ね、いやもうもみんなね。うんな日本でも大人気ダイアナさんがさ、うん、まさかの交通事故にあってね、うん、あのトンネルの中で、うん、もうお亡くなりになったということだったんですけど。うん、それはダイアナ2世とかの話ダイアナ 一世、一世、一世って言わないと思うけど。<laughs> ダイアナ妃ですよ。いや、俺知ってんの。チャールズさんの嫁ですよ。うん、いや、俺知ってんのだとしたら、うん、結構前の話だから、ダイアナ二世の話してんのかなと思って。いや、あの、こんなセンセーショナルな。うん あれですよあのトンネルの中でそそうそう交通事故パ、ね、パラッチに追われて、うん、であのー、ね急に百何十キロとか出ちゃうトンネルの中でなんでそんな出すんだって話なんですけど、うん、追われて逃げてで事故った同じだわでね、うんうん、これでも不可思議な点がいっぱいありまして、うんうん、あのー、まず なぜかシートベルトをしていなかったとね。おかしい。おかしいんですよね。そんなスピード出すんだったらね、つけますよ。いやそうなんですよ。それをしてなかったと。しかもダイアナさん以外にも運転手とか、ええまあ同乗していた方たちも、まあしていない人がいたと。うん。ありえないじゃないですか。100キロオーバーで走ってパパラッチに追われながらシートベルトしない。 ななんんででっていうすよしかも運転手がねどうやらフランス政府が発表したんですパリで起こったんですけどね事件事故が運転手のアンリ・ポールさんが飲酒運転をしていたとんなわけないんですよそんな高級ホテルの警備担当の人が勤務中に飲酒して運転するわけがない。 ってことなんですけど解剖したらもうアルコール濃度とんでもない基準値の3倍に達していたともう普通だったら運転どころか歩くのもできないとそとそんなわけないだろっていうだこれね死んだ後に誰かが何かやったんじゃないかと死体にアルコール入れたんじゃないかとねっ うん、そういうね、まあちょっと不可思議な点がいっぱいあるっていうことで、うんうん、このまあね、事故なんですけども、うんうん、なんか怪しいぞっていう、ね。ちょっと待ってー <laughs> おい何何なになにどうしたの今日昨日の話じゃねえだろそれ。いや今日昨日、え、俺今日、今日の朝、受け取ったニュースかなと思ってたんですけど。おい、日で調べたろあ、違うかも違うだろうがい。あ、違うわ。おい、年民会。 1997年だわ。だいぶ経ってるね。もう20年経ってたわ。っすよ。ていうか、俺、十何歳とかだね、じゃあ。十、十二、三歳ぐらいの頃だわ。おかしいでしょ。何んのセンセーショナルに覚えてたのかなその時、牢獄におったんか。ね、見るもんテレビしかなかったしね。センセーショナルに覚えてたっていうことそうでしょ。なんた今そんなこと言うんだよ。なんで今かって言われたら、 それは僕にもわからないですよ。<laughs> 今見つけちゃったんだから。今見つけたからしか言いようがないんですけど、うんうん、あの、あとはもう。 なかなかね、他がないっていうのもあってってこともあ,ありまして。じゃあ、間違いリスト僕も作りますよ。<laughs> で、まあね、やっぱこれ結構でも、うん、ダイアナさん愛されてましたから<や>日本で特に。ですよあのね、まあ美人だったしね。うんうん、で、いい女だっつってそうそうみんな言ってたわけですけども。結構ね、日本にもね、うん、なん。だか来られてま。まあこれでもね、陰謀説が根、ね、強くありまして、うん、これをね、なんか、 直筆の手紙とかが、後に出てきて、私は、あの、夫に狙われてるとかね、結構やばい、やばい内容が出てきたということで、なんか、お医者さんの愛人がいたとかね、いろいろありますね。あ愛人いたっていうのと、あと、イスラム教徒に、こう、改装しようとしてたっていうのが、まあ、その、ね、イギリスの今後の、担う人たちの母親がそれで大丈夫なのかみたいなことで消されたとかね、まあまあ、いろいろありますけどもありますね。はい。 これはね、うん、まあ、本当はちょっとがっつりやってもいいぐらいの、うん、話なんですが、ちょっと興味ある方は、ダイアナスペース陰謀で調べて、いろいろ出てくると思いますんで、ぜひ <laughs>、えー、ね、えー、調べてください。今度はこっちの番ですよ。ね、<え> <laughs> こっちの番 <laughs> ダイアナに続いて、うん、トシーボーイズの番ですから。ちょっとさ、日に日に衰えていきますね。わ <laughs> かりやすく。 おじいちゃんじゃん。僕の番じゃないんでね。やってくださいよ。はいはい。僕行きます。企画名行きます。オカルト27。はい。はい。オカルトブンニュース形式で、オカルトのニュースをですね、ポンポンポンと、ま、あの、プレゼンしていくというようなコーナーでございます。はい。行きましょう。一つ目のニュース。世界一孤独なカエル。 ほうはい、えーですね、世界一孤独もう聞いたら世界一孤独ってわかりますよどういうことですかね、うん、ボリビアありますよね、うん、国、うん、え中部のですね、えー、コチャバンバっていう場所がありましてそこの自然史博物館で飼育されているセイウェンズミズガエルも全然入ってこねえなえセイウェンカミズミズガエルミズ <laughs> ガエルねうん セイウェンカズミズガエルセイウンカズズミガそうセイウェンカズミズガエル名前がロミオというんですけいもうそれで言ってくれよロミオねカエルのロミオなんですけれども実はですね人がですね今要は目の前に飼育しているカエルとしてこのセイウェンカミズガエルっていう種類はもうこの一種しかいないあ じゃあもう絶滅危惧種的なことですかですオス一種しかいないオ一種雄一種しかいない、うん、で人の力を借りながら10年間、えーまあ、ロミオとは相手となるジュリエットをですね、うん、必死で探していたんですけれども全然見つからないと、うん、このまま相手が見つからず子孫を残さなければ種の絶滅となる可能性があるとレッドリストじゃないですかいやそうなんですよ、うん、しかももうギリギリですよ真っ赤っかですそんなもん真っ赤ですよねもうちょっと黒に近い、うん、赤 ちょっとね、うん、車通ったら踏み潰されて終わりですもうそんなとこ置いてないけど、うん、このカエルね、最後の種なんですよ、はあ、で野生生物保護団体グローバル・ワイルドライフ・コンサーベーションに協力しているです、ねうん、研究者、えー、アルトゥーロ・ムニョス氏はですね、うん、ロミオに希望を失ってほしくないと話しているんですって。 同団体はですね、ロミオの相手を見つける最後の機会をものにするため、出会い系サイト、マッチとですね、提携して資金を募っていると、要は、本当に人がね、なんでそこに僕、一人ぼっちなんです、誰か彼女いませんかっていう、出会い系のサイトのね、マッチっていうのがあるんですよ、つまりマッチと提携して、そうそう、この子、実は一人なんですと。 男の子でね。そういうことね。だから女の子探しませんかっていう。お前と同類だぞと。そうそうそう。お前らのカエルだぞ。そうそう。だから一緒なんですと。ちょっとこの子の彼女を見つけるお金、資金、募ってるんです。お願いしますっていうことで、出会い系サイトと提携して。いやいや、それおかしいでしょ。資金を募っていると。自分たちがいないから、 金かけけてて入ってるわけでしょそこいいやまあまああそういうことですよそこでカエルにまた金出させますまた金出させます<う>で集まった資金どうするか飯食ったりはしないですよそれはね、うん、あの女の子たちと、えー、ボリビアのですね川にオタマジャクシを含めセイウェンカズミズガエルのですね、えー、メスを探す活動に使われると。 まだじゃあ、いる可能性があるかそうなんです。うん、自然にはまだ野生の個体が生息していると期待していると。うん、で、この種を保護し、繁殖させる計画を立ち上げられると、私たちはまだ希望を持ち続けていると、ムジョス氏は語るんですけれども、うん、このセイウエンカズミズガエルの寿命が約15年って言われてるんですよ。ああ<ー>、うん、そういうこと。そうなんですよ。もうじゃあ今、10年間探してるんで、あと5年ぐらい、長くて5年ぐらいそう。長くて約5年なんで、まあ、その、すごいね、 えー、オスしかいない種のカエル絶滅しないようにちょっと今頑張ってるとうん,うんそこで出会い系サイトマッチを使うっていうねちょっと面白い、ね、なんかちょっと皮肉っぽい感じにも見せ、うん、とけどね<や><や>そうそう<ー>でも例えばね「僕彼女いないんですこのまま彼女見つからないかもしれないな」っていう人が例えばここにね、うん、資金を募っているんで資金出すわけじゃないですか、うん、出すぞって気になるからいやまあまあ<ー>出して<ー>もしですよ「西ウィンカズ水ガエルに」に ミスがいて見つかったとしたらあ俺らも希望を持とうってなりませんなるほどねだから自分の方が難易度高いしそうそう自分の希望に金出してるようなもんですああなるほど未来の自分にそう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 るうそ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 そうそうそそうそう 成分数、水ガエル。なるほどね。うん。どれも出そうかな。いや、あなたはあれでしょう。<laughs> あの、別に、来た、とりあえず来て岸本の勝手にデレッとしてる女行きゃいいじゃん。<laughs> とりあえず出しとこうかな。あの子とか、あの子とか、あの子とか。なるほどね。ねっデレッとして、サインくださいって言って,言ってる女の子女出したしいいでしょ、別に。あなたは別に、あれですよ。選んでないだけだから。 ロミオくんやっぱちょっと同情するところもあるあなたロミオじゃないですよ何でもない別にジュリエットいすぎでしょそしたらいやいや、あなたた選んでないだけですからなるほどね選びなさいよちょっと違うかじゃあ申し訳ない見てくださいよカエルがめちゃめちゃにんでますよあなたは意外とさ怖い顔だねカメレオンみたいななんか確かにねちょっとちょっとね怖いわうん メス全然違うのかねいやメスも同じだ似たようなそれ、ね、はそうそんな変わんないからまあ色違いとかありますけどねまあっていう話がありましたと二、はい、つ目のニュースいきますうんえっとですね二つ目のニュース、うん、一本の木の幹からあるミイラがというはい ニュースなんですけれども、はい、アメリカジョージア州のウェイクロスという場所にあるですね、うん、木の博物館という博物館があるんですよ。うん、例えばですけどあ、樹齢何千年だ、何万年だっていう木のをなんかそこで、うんえー、展覧してるんですって。展覧してんの、うん？要は木の幹とかをです。うん、半分にバッと切った,たそ、ね、木そのままバっと置いてないでしょうけど、うんうん、木の幹とかをまあそこで展示しているんですけれども。うん でその中でですねちょっとこれはすごいぞっていう、うん、え展示物がありましてはいそれはですね木の幹の中から発見された犬うんこれはミイラなんです、ね、意味がよくわかんないえミイラとして犬,、うん、犬のミイラが木の幹から見つかった,からかったどうぞこれ見てくださいこれ全然ピンとこうわー気持ち悪い <laughs> っていうかなんか偽物みたいだもんね <laughs> 偽物みたいなんですけどこれ本物ですよ 隠れてたそうそう木の幹から要はどういうことなのでなぜか名前付けてんですけどスティッキーって名前付けてましたねこのミイラにねどうしてじゃあこんな木の幹なんて入ったのっていうまあそうだよねそこだよねでんでその状態になるまででしょそこにいたの実はですねこのスティッキーなんですけれども1980年にキコリが発見したんですよバーンぶった切って中見たらうわんじゃこれってなったのがこの なるわなミイラなんですけれどもどうやらですねアライグマを追いかけているうちに木に挟まって抜けなくなった要は穴からススススッと入っていってアライグマをね捕まえようと思って中入っていったらあれこれ抜けない抜けないっつって体抜けなくなっちゃってそのまま死んじゃったっていうああじゃあアライグマはいないんだするっと抜けてこいつだけが挟まっちゃってずっとそのまま死なししてそう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  一応木のねあの幹というのは通気性がいいと、うん、で程よく腐っているため非常状態がもう非常あ非常で保存状態が非常に良い状態だとそうだよねいや、うん、この形で残るのかなと思ったんだよね,ねうんそうそうで、まあ、一応なんですけれどもこの幹の中20年間以上いるわけだと、うん、であの探している人もいる,じゃいるかもしれないじゃないかスティッキーを なるほど飼い主とか飼い主がいるかもしれないといるのかなということで一応あのスティッキーもし私飼い主ですよってい人いたら分かるやついるのこのように手を挙げてください飼い主要はその場所で20年以上前にっていうことですからねそう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 犬種とか分かんのかなこれいや分かんじゃないですか大体結構形はね綺麗に残ってるから木の幹から出そうもんなら崩れ落ちそうだからんか触れないですよね ダックスフンドとかそういう系かななんかちょっと違うかでもんか小型犬な感じだよねでも歯がむき出しですごい気持ち悪いねそこがんかエイリアンみたいよかったねでもこれその着こりの切るポイントが1個違えば首吹っ飛んでたってことでしょう。そうですね胴体とかねうまくこんなところ残ったね綺麗にねまあまあ残っているんですよっていうのはねまあまあ木の博物館に展示されている えー、犬のミイラ、うん、スティッキーのお話ですはいはい、はい、続いていきましょう続いて <laughs> 新手の詐欺これはね、うん、僕はもう許せないですよ詐欺詐欺腹立つでしょ詐欺なんてまあ会う方が悪いとも言えるけどねムカつくな <laughs> 2018年1月29日にですね「うん、えン、ー、ケが報じた詐欺事件ですよ うん、これが史上空前の凶悪事件と言われておりますあらド、うん、いった。これはひどいですよ一部の人に言われてるんですけどねこれねそうそう結構いっぱいありますから、ね、凶悪事件だと、うん、詐欺は、えー、産経によるとですね兵庫県、えー、兵庫県警がですね29日、うん、ネットオークションでですよ、うん、ザリガニを出品しながら実際には落札者に カブトムシとクワガタを送りつけたとして詐欺の容疑で逮捕してるんですよ <laughs>、うん、26歳こいつは無職男性なんですけれども、はあ、考えらんねえなとえちょっと待ってうんうんザリガニをねザリガニを出品してたと、うん、出品してたとヤフオクみたいなやつ、うん、そしたら落札者は、うん、ザリガニいいな 欲しいな落札したわけですよ。で、いつかな、いつかなと思ったらピンポーンってなるわけですよ。届きましたよ。なんか生きもんですよ。ありがとうございます。知ってます。パッて開けたら、カブトムシとクワガタ入っとったんですよ。ザリガニかなと思ったら。うん。慎重しします。本当に。え得じゃねむしろ。得じゃないんです。あれ違うの普通のザリガニ、オークションで落としませんよ。まあな、まあね、あんまり出品されてるもんじゃない。そうです。 生き物なんと出品されているのはいたのは、うん、黄金のザリガニと名前を付けられている北米産のザリガニでオルコネクティス・ルーテウス全然分かんないけどすごいそうというザリガニなんですよ、うん、黄金色のザリガニ ザリガニマニアの間では人気かつ憧れの品種のようだとへでこれが出品されていたんでね「うん、ああこれはいいぞ買いだ!」って落札したら「うん、カブタモシとクワガタですよ考えらんねえな」っつって <laughs>、うん、で、うん、じゃあねあのザリガニ持ってんのかと間違えたって言ってるんでね 彼はすみませんザリガニじゃなくてそうそうクワガタとカブトムシをすみません出しちゃいましたっていろいろ出品してる人でもしかしたらってことだよ送り間違えたって言ってるんですよじゃあちょっと固く操作させてくださいと一応ねザリガニいると分かるんですけれども送り返さないですいつまでたってもなんでだよ返品して交換とかのすりゃいいじゃん 容疑者の自宅をでですすね捜査したんですそしたらザリガニがですね、うん、飼育されているというような形跡は見られなかったとなるほど代わりにですね、うん、彼カブトムシとクワガタを300匹近く飼育していたんですよは確信犯の詐欺行為だとこれは、うん、ザリガニなんて持ってねえじゃねえからもそもそも水槽すらないぐらいな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 い、うん、そうあのー ない本当にあのちくわとかもないわあいつらが好きそうな煮干しとかもないあんなもないですかスルメとか食うよね確たらザリガニマニアが激怒したわけですよこのニュース見てルーテウスが届くと思っていたのにカブトムシがといた時の気持ちを考えたら犯人はそれはがっかりした鬼畜うかこれはカブトムシ界クワガタ界いや昆虫界からの挑戦だなどの声が上がっているとああ これ考えられねえぞと言ってるんですってこれは凶悪な詐欺だっつってただこのまあニュースを見ている方ネットでこういうような声ネットの声ねネットの声ですそれはザリガニファンとかじゃなくてね中立の立場としてねそうそう 小学ザリガニくれって言ったらクワガタカブトムシだかられら、うん、違うだろなんで俺むしろ届けたんかなって思うわそれ、うん、一応送る意味がわからないそうそうそこだよ26歳無職でカブトムシとクワガタを300匹飼育している理由はとかねうん、うん、とかっていうのがあるんですよいや正論だよ超正論分かんないでしょうルーティウス見てみます一応 ルーテウス本物のそのやつだったらどうい、ん、うそうそう,そう,ど,う,うどんなものかのそれだから写真だけ載っけてたってことなのかなでしょねどっかからのやつをね、うん、これああすごいねキキラキンですよこれ,これは確かにオルコネクティス・ルーテウス かっこいいな。かっこいいでしょうだって思ったより金でしょ俺全然興味ないけど、ザルかに。かっこいいって思う。ン金々ですよ。ちょっとわかんないかもしんないけど、ゴッドガンダムのラストみたいなね。ああね。百式とかの感じのあ、そっちがよかったわ。色してる。百式。綺麗な色してるわ、これ。はい。百式とかね。これいいですよね。はい、じゃねえ。ゼータガンダムのね。百式とかね。こんなんですよ。いやー、すごいね。これはかっこいいわ。 そうでしょこれが来るかなと思ったら開けたらカブトムシと種茶色のクワガタですよしかも別にすごい種類とかじゃなくてそれがさむしろ俺ヘラクレスオオカブトとかだったらそっちの方が得じゃねえかって思ったら全然普通のやつ考えられないでしょ凶悪事件ですわでも箱の中で動いてたとしたら間違えるよねまあねさカサかさとかねこういう事件は本当になくなってほしい以上ですああそうですかはい といううなすまただいぶ毛色が変わりまして、ね、ですねあの月面探査レースというものがですね2007年から始まっていると。うん 月面で探査車を走行させて映像を最も早く地球に届けたチームがなんと賞金20億円余りを受け取ることになっているとうん、うん、もう結構なね金額ですよまあねそもそもがねやるまでにかかる金が膨大ですからねそうそうそうなんですよ、うん、レースなんですけれども一応日本からも出ているとうん、うんえー、ベンチャー企業や大学の研究者などで作るチーム HACT、えー なんですか他にアメリカとかイスラエルなどのチームが参加していると、うん、で、まあ、一応ねその結果が出たとおついに、うん、結構長いスパンでやってた、ね、ですよね、えー、20億円余りさあどのチームが手に入れられたのか、うん、今年3月末の期限までに、うん、どのチームも月面に到達できないままレースが終了する見通しになったと発表されたと <laughs> <laughs> どころかハハもハハハハハハ結構時間あったこと結構なお金かけてね結構なインテリが集まってやってるはずなんですけどね10年ちょい経ってると約10年ですよっているとアメリカイスラエルええまあ各国やってますそう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 アドベンチャー企業大学の研究所で作るチームハクトどこも月には行ってません 探査じゃない、もう着陸すできなだから、あのレースが始まらずに終わったときですね。月面レースは。プー、プーってどこも走らさないっていう。えそれが重要な。スタートのところに、まず立ってなかったと、誰も。そうそうそう。まだ、落馬の方がまだ、うますら用意でないからね。うん。何もできてない。レースできない状態なんだ。その場所にも到達できてない、誰も。そうだよね。で、一応、財団がですね、コメントをよこしてくれてます。 月面への着陸は信じがたいほど難しいっ <laughs> <laughs> 知ってるわ。大体の人知ってるわ。難しいって言ってます。ああレースの勝者が、えー、いないのは残念だけれども、ああ今後参加したチームが月面を目指すならばサポートしたいなと言っていると。<laughs> いや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 。<laughs> はい。終わり終わりです。延長しないの延長しないです。もう終わり。再延長とかないのいな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 い。終わり終わり。マジかよ。終わりです。終わりです。<laughs> はい。終わりです。 ええーうんまあ、一応アメリカの財団がですね、えー、この月面探査レースっていうのの,のまああのスフさしたんですけれども、うん、まあまあ3月までの期限までにどのチームもねえ到できないから、ね、これはもう終わりいやいやひどいないううコメントはいそれだって各国何億って多分かかってますからまあかかってるでしょうねねえうんそうです、ね、なんすかこれちょっと無理 なんでしょう、ね <laughs> うん、ちょっと難しいということですどこもちょっとマジかそうですねねえ、うん、できませんでした白いウサギって書いて履くと、うん、そうそうそうあよく知ってますね履く人が届かず届かず兎だから <laughs> 気に入っずお餅だけあるっていう <laughs> 気持ちだけありましてマジか誰も叩きに来ていや結構俺これ期待してたんすよそうそうそう結構ね色んなところが目つけててどこが行くんだどこが行くんだって結構日本がハクトが優秀だって言われててそうなんですもしかしたら日本がね勝つんじゃないかっていうねこともで研究経過みたいなのもテレビとかネットニュースとかで上がっていてあっほら行くんじゃないかって言ってうわーっと盛り上がっている中 <laughs> 3月末の期限までにどのチームも月面に到達できないということでレースは終了、はい、そうっすか20億円余りはもう誰の手にも渡らない渡らずうんアメリカのに残ったままそうですねあ,<ー>あるんですけど、ね、チューブラリンですか、えー、チューブラリンですまあアメリカの財団があの出したお金をひっそりと財布の中に、ね、しまうしまうという結果になってしまいました <laughs> ううわそまあじゃあやっぱりその個人レベルというかまあ何チーム単位ぐらいではなかなかそこまで行くのがもうそもそも無理近いで難しいですねやっぱりもう本当に信じがたいほど難しいって言っちゃってるんで,ねそうですねしかもその上レースをねの、うん、月の上でやるっていう。 ハードルまあねまあアメリカのこの財団なんですけれどもまあさっきも言いましたけど参加したチームが月面を目指すならサポートしたいって言ってるんでまあまだ引き続きあるんでしょうねでもそれがレースレースではないっていうものですだからね各国チームごとに勝手に一人でレースをしてそうそうで行って帰ってこいとそういうことですねそれのサポートはしますよっていうようなものなんですよ はい。うわ、なんか切ない。切ないんですよ。まあまあ、これ、今までの話した四つが。一応、まあ、あの、ニュースなんですけれども。はいはい、あまあまあ、ちょっと。ご紹介させていただきました。はい,はい。はい、はい以上です。ありがとうございました。